この間こうお休みをもらってヨーロッパにコロナ禍に行ってきたんですけど、うん、このタイミングで、でこうドイツのベルリンの壁を見てきたんですけど、こうその中にこう富士山が描かれてて、で日の丸と富士山が描かれてて、でまあなんか不思議に思うじゃないですか、うん、でそれをこう何でかってこう帰ってきて調べてみると、うん、なんか東西冷戦とかソ連とかと、うん、なんか日本が意外な関係があったみたいで、そうでっていうのも、100年先の日本を考えるルネサンス TV のお時間です。今日はですね、弊社でルネサンスの、メールマガジンというのをお送りしているんですけど、まあ、そこで毎週、社員の、ね、メンバーに書いてもらってるんですが、その中の一人ということで、菅原くんをお呼びしました。よろしくお願いします。一応現役大学生ですかね。まだそうです、まだ3月まで大学生で、はい、まあ、今度入社してくるというところなんですけど、はい、まあ、大学生4年生といえば、はい、今が一番楽しい時期という感じですかね。そうですね、まあ、でもなかなかやっぱコロナによってみたいなところは周りはいっぱいありますね。違うというところで、もなんかあれですか、卒業旅行とか行った感じですか。そうですね、なんか卒業旅行って言っても一人だったんですけど、うん、あ、そうなんだ。なんか海外に行った、はい、まあ、20日間ぐらい行ってて、でそうです、お休みいただいて、うん、って形で行ってましたね。うーん、このコロナの中、あんま許されるかどうなのか分かんないですけど、結構普通に行けた感じなんですか。そう、まあ、あの帰ってきたから隔離がやっぱり2週間、僕の時はまだ12月とかあったんで2週間あったんですけど、はいはい、でも向こうはもうなんか普通というか、マスクはしてる人としてない人が結構混在してるみたいな形だった。ほうほうほう。ちなみにあれどこ行ったんだっけ。フィンランドとオランダとドイツですね。うん、あ、ヨーロッパの方。はい、なるほど。じゃあ全然結構現地は僕らが思っているより、いや、そう、まあ、やっぱ日本のマスクつけてるのはやっぱすごいなっていうのはありましたね。いや、なんかもう電車で忘れるとすごいなんか気まずいというか、あれ気まずいですね結構ね。それそんなにだいたい9割つけてるとかじゃないわけ、まあ、結構でも国によって違うなみたいな、はいはいはい、なんかあのドイツとかはやっぱもうワクチン打ってないと結構大変で、うん、なんかそのクリスマスマーケットの屋台みたいな、外でもワクチン打ってないと買えませんみたいな、あって関係ない、まあまあまあみたいな。でもフィンランドとかはもう多分寒いのもあるんですけど、うんうん、外でもつけてなくてとか、うんうん、バス降りたらみんな捨てるみたいな。なるほど、結構あって捨てる。国によってあるなって感じでしたね。まあ元々ねあんまりマスクをつける文化ないっていうね、多分マスクつけてるやつ10秒人みたいな、確か多分そうだと思いますね。なるほど、はい。で、特に今回話してもらえるこう印象的なエピソードというのはどんな感じなんですか。そう、あのドイツに行った時、もともと僕そのサッカーとかが好きだったんで、ドイツサッカーを見たくて行ったっていうのもあるんですけど、うんうん、まあまあ、どうせだからというか、うんうん、あのベルリンに行ったので、うんうん、まあ、ベルリンの壁をあの有名な見てこようと、はいはい、あれってなんか実はなんか 1.3 キロぐらいあって、そんなあるめちゃめちゃ長いんですよね。端から端まで行こうとすると結構歩くんですけど、はいはい、で見た中でちょっと面白いやつを見つけて、うんうん、でなんかそのこういろんなこう絵がある中で、人の絵とかいっぱいある中でこうなんか富士山があって、うんうんうん、でその壁にこう描かれた富士山となんか日本への経路みたいな、へ、日本語で描かれたそのあれってただの壁じゃなくて、はい、まあ、うん、部分的に今ぶっ壊されたわけですよね。あ、そうです、部分的に壊されて、うん、でもその後どうなってる？なんかその、その後になんか平和を亡くなった人とかの、うん、なんていうんですか、追悼の意みたいな形で、うん、そのアーティストがたくさん絵描くみたいな形で、うん、イーストサイドギャラリーってこう、なんていうんですか、こう描かれた場所みたいな。なるほど。ので、まあ、平和に関する絵とか、うん、なんかその東西冷戦に関する絵とかがたくさん描かれてて、うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ。でその中にこう富士山が、うんうん、となんか日の丸、日の丸というかまあ太陽の昇りかけみたいなやつがあったっていうのが、うんうん、意外な。え、そうなんですよ。結構東西冷戦とかそのベルリンの壁ってと日本と全く関係ないというか、うん、まあ、ソ連とアメリカとかドイツとか、まあ、遠い国の出来事であり、まあ、一応ねその大きな枠組みでは東西で戦ってて関わってはいると思うんですけど、へ、結構やっぱベルリンでその富士山を見つけて、うん、その日本語で書かれてるのが結構不思議で、うんうんうん、なんかこうなんでそう書かれてるんやろみたいなのを、うん、まあ、その時はまあただなんかこう映えるなみたいな思って写真撮っただけだったんですけど、うんうん、はい、帰ってきてまあ改めてこう調べてみるとなかなか面白くて、うんうん、あ、そうなんだ、その話をしても、はいはい、どうぞどうぞ。なんかその当時こう書いた人はドイツ人で、うん、東ドイツ、その日本人じゃないですね、あ、じゃないんですよ、はい、なんかそのソ連圏の東ドイツにいた、うん、あの画家というかアーティストの方で、うんうん、でなんかそのまあ元々その共産圏なんで、うん、この人日本が好きで日本の勉強してたらしいんですけど、うん、なるほどね、捕まっちゃったと。ほうほう、日本はそのアメリカとセットやからもう敵じゃない、西側だから完全に敵だってなって、はい、で捕まったんですけど、まあ、それでもこういろんな人がこう運動して解放され、まあ、国外に追放されたと、うんうんうん、でその後こう日本とかをこう留学しに来たりとかして、うん、でなんかそのやっぱ日本の素晴らしさとかその美みたいなのに触れて、うんうんうん、
でやっぱそのドイツで当時その東ドイツとかって旅行に行くのって無理じゃないですか、うん、ソ連系とかだったりするので、うん、でそれのなんか希望とかいろんな人が日本に行きたいって思いを、うん、まあ、改めて残しておこうみたいので、うん、そこにこう富士山と日の丸とかで日本への経路って書いてこう続くような日本に行けそうな絵を描いたみたいなのをちょっと背景を後で知ったっていう感じでしたね。なるほど、そんな深い話があるんですね。そうですね、結構全然そんなことを見ようと思って行ったわけじゃなかったんですけど、たまたま見つけたっていう感じですね、うんうん、その1ポイントだけそういう日本のものがあっ て、ね、そうです、まあ、なんか他にも多分日本に関係するやつはあったんですけど、とかあとまあでもドイツのとか、うんうん、なんかいろんな人の顔が書いてあってこう平和を祈るとかのがやっぱ多いっていう形でした、うんうん、なるほど、はい、それを見て遠く離れたドイツでどんな気持ちになりましたか、はい、いや結構でもなんか素直に、うんうん、なんか不思議だったんですよ最初、はいはい、なんでやろうみたいな、うんうん、でもなんかそのなんていうんですか、まあ、素直に嬉しかったなと思ってて、うんうん、なんかそのドイツにいた東ドイツにいた人が、うんうん、まあ、日本に行きたいとか、うん、すごいなと思ってもらえてたことに、うん、まあ、なんか誇りってちょっと平たくなっちゃいますけど、はいはいはい、なんか素直に嬉しいなっていうのと、うんうん、まあ、僕も全然あの冷戦が始まった時とか終わった時はもう生まれてなくて、うん、まあ、そうだよね、そうなんですね、うん、なんで2000年生まれなんで、うん、そこのなんていうんですかね、こう生まれる前から日本がすごいみたいなのにやっぱ思ってもらえてるってことは結構なんか嬉しくて、うんうん、まあ、なんか自信持てたなみたいなのはありましたね、うん、なるほど、はい、そっか、そもそも冷戦とか何なんみたいな、まあ、僕もちょっと際どい世代ではありますけどそうですね、あのそういうことなのね。冷戦時でおいくつぐらいですか。いや、冷戦で終わったの何年だっけ。91年とか90年とか。ああ、もうでも本当に生まれたてぐらいですね。87年生まれなんで。やっぱそうですね。そうそうもうね、生まれてちょっとしてバブル崩壊みたいなはいはい、はい、感じですね。結構やっぱ普段その、まあ、ここで働いてると冷戦についてとか、うん、いろいろソ連とか触れることが多いので、うんうん、やっぱなんかこう生で見れたのは大きかったなっていう、うんうん、なるほど、はい、結構こう、まあ、こういった仕事をして多分1年ちょっとやってると思うんですけど、はい、そのなんかする前と後で変わったこととかあります、ね、見る方多分前だったらもしかしたら多分こういうの通るけど写真は撮るけど、はい、調べようとすら多分思わなかったと思う、ね、いやでもそうやと思いますね。なんかその辺がなんかどういう風に変わってきたのかな。結構なんかそのまあ元々世界史好きだったとかもあるんですけど、うんうん、その僕はその北野さんっていう、まあ、ロシ元々ロシアにいた方の担当させていただいてる時に、はい、やっぱそのなんていうんですかこうリアルな、うん、こう物語、北野さんが体験した話とか、うん、いろんな人が学者の方とかが体験した話と、うん、まあ、海外旅行とか行った時に目にしたものがこう結びついた瞬間に、あ、なるほどね、すごい深い面白いとか、うんうん、あとはやっぱ何ですかこう日本を尊敬されるみたいのを、うん、結構なんか嬉しいなっていうポイントがたくさんあって、うんうん、なんかそれをたくさん見つけられるようになったのはこの仕事を始めてからかなっていうのを思いましたね。なるほど、はい、わかりました、まあ、そんな形で結構こう社員、まあ、結構ね学生だったりとか、はい、こう20代の若い社員がいっぱいいるんですけど、はい、まあ、その社員がこういうジャンルをまあ学んで感じたことだったりとか、うん、まあ、こういう変化ですかね、もともと左翼の人とかはまあ分かんないいるかもしれないですけど、はい、まあ、どっちかというと日本に興味ないとかこういう世界情勢とかってあまり興味ないっていう人が結構あの変わっていくような姿っていうのは結構うちで働いてるメンバーすごく多いですし、うん、まあね、こう何十年も学んできた固定観念というよりは結構どっちかというと素直なこう感性の方が多いので、まあそういうメンバーが何を感じたのかとか、まあどういうものを発信していきたいと思うとか、日本に対してどういうふうに変わったとかっていうようなことも結構ね引き続きメルマガでは発信していければと思いますので、はい、はい、あのぜひ引き続きよろしくお願いいたします。します。ありがとうございます。ありがとうございます。